嘘でしょ答え、うん、俺ロー、ああそうだ、ねえさすがそうだ、カモイグナーズ、トモリョです。カモシーン、ヨウイトです。カモユナイテッツ、付き添い人のヨップです。はい、なんか世間ではどうやらなんか国籍、国旗をフォーメーションに貼ってどこのチームでしょうなる問題が流行ってるそうで、まあ昔から ありますよね。まあ言って最近言う最近ではないで、まあ、そんなような問題ってね、うん、まあ、確かに結構バラエティー性あって、はい、そんな話で楽しいですよ、はい、ただサッカーの YouTube をやってる我々がミスるわけないやろな。やっとるわ、そんな外したらもう外したらもう引退よ、解散解散よ、クリということで、別に今回はね、まあこのそういった国籍のね問題をヨップが作ってきてくれたということで、はい、まあ、それを、まあ、解くというよりも、うん、まあ、俺らの答えを見てくれとそういうことですね。一応この問題なんですけれども、はい、あのリーグ試合の最終節、ないしは最新の試合、うん、を元にフォーメーションを作ってまして、ほうほうほう、普段スタメンだけど最終節外れたよとか、no. そういったところは申し訳ないですけども、今回はもう最終節、うん、ということで、そういったところは考慮していこうということを、ヨップが言ってます、フォーメーション全部15問、はい、ということで、まあ普通にクイズやっていきます。よっ、後悔しても知らねえかな。では1問目お願いします。第1問、はいはい、なるほど。なるほどですね。大丈夫だよな。ああ、はいはいはい。大丈夫だよな、俺。うん、これさ、大丈夫だよな、大丈夫だよな。これはもう、ま、間違いないと思う。さあ、分かった人からフリップに答えを書いていきましょう。大丈夫だよな、これな。大丈夫だよな。でも大丈夫ですよ、これは。はい。ちょっと待って。はい、いきます。はい。せーの。パリ・サンジェルマン。はい、パリ。はい、正解です。はい、まあ、ですよね。もうどんどんね、もうこの辺はね、やっぱ序盤は簡単と言われているので、うん、まあ、これはもうね。そうだね、ちょ、一瞬ドキッとするけどね。じゃあ行きます、第2問。はい。もうさあ、はい、さらっと行きましょう。ただ、はい。はい。せーの。はい。ニワトリ。ニワトリ。ポット。はい、スパーズ。はい。で、第3問。はい。出たー。おっと、え、キーパーブラジル？ちょっと、いやでもあれだよな。え、ちょっと待って、さすがにあれなんだよな。いや、あれだと思うんだよ俺も。キーパー誰？そう、キーパーが誰かわからん。ドイツの方じゃないのこれ。せーの、バルサ。はい、バルサ正解。キーパー誰？ネトが。あ、そう、ネト。ネトブラジル人だっけ。最終節ってなってくるとね、ビビるよな。ビビる、ちょっとね、そう、一癖出てくるので、そういう意味でちょっと難易度が高いかもしれないな、うん、じゃあ、第4問。はい、はい、はい、オッケーです。ちゃんとしっかり確認してるから。おー、あぶな。せーの、はい、チェルシー。はい、チェルシー。はい、しんな、汗が乗った。なんだよ、どこ見てフォーメーションだけで見たら三要素合わせのチェルシーだけじゃねえから。よし、いや、プレミアムね、もう最悪引退してもいいから、プレミアム当てたほうが。じゃあ、第5問。はい、ちょっと待って、ねえ、え、もうようこれでピンとくるな。逆にこんな、あ、はいはいはい、オッケーオッケー、怖い、ちょろすぎるでしょ。ちょろすぎた、なんか難しいこと考えてた。せーの、ドルト。はい、ドルト正解。第6問、はい、これはちょっと即答してほしいかな。あ、はいよ、いきます、せーの、はい、はい、はい、オッケー、即答でーす。おー、はいはいはい、せーの、ユナイテッド。はい、正解、ありがとうございます。赤マン。はい、じゃあ第7問。はい、はい、どんどん行こう。で、はい、あー、え、あー、はい、あ、オッケーだよ。え、あ、そうなんだ。いや、別にいいんだけど。行きまーす、せーの、ユーベ。はい、正解。ロナウド出てなかったんだね。これね、ポルトガルがないって言われてた。出てなかった。そうそうそう、そこはびっくりしたけど、まあまあまあ、最終節ということなんだね。あと、キーパーのシュケスニーだよね。まあ、シスにさえ、まあ、最悪でこういうのって一人分かれば、そうそうそう、もう分かるみたいなとこあるんで、はい、まあ、半分やったけどさ、うん、最終節って感じになるとさ、うん、ドキドキしてね、おるやつがおらんかったり、そう、普段いるやつがいないから、ちょっと怖いんだよね。そうね。じゃあ8問目、はい、やっていいですか。はい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 、いきます、せーの、レスター。はい、正解。まあまあまあ、これはね、
シュマイケルじゃなかったらヤバかった。シュマイケルで分かったけど。いやでもナイジェリアじゃない。ナイジェリアか。ナイジェリアコンビ。よし、じゃあ9問目。はい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 。これは、すごい。順調だな。さすがに分かるよ。はーい。せーの。はい。はい、バイヤー。はい、正解。はい。やっぱこれはね。もうこんな早送りよ。じゃあ、10問目ですか。ええ。10問目いきます。はい。と、怪しいところがやってきました。これちょっと待って、いや大丈夫だろう。あれ？ん？え？早くも引退？ちょっと待って、ちょっと不安だな。え？ちょっと待って、待って。これさ、ちょっと待って、これここ超高タイムよ。使うかどうかわかんない。いや、なんかそのオプションが。さすがにこのイタリア人の数セリエだよね。セリエだと思うんだけど。あれ？え、あそこじゃないの？え、いや、ワントップが、そう。クロアチアなんですよね、これ。そこなんですよね。って考えると、俺、あれしか出てこない。え、多分合ってると思うけどな、俺。あれ、多分だけど、うん、じゃないの、はい、多分、そうだけどね。はい。はい。せーの。イーラー。正解。正解。嘘でしょ嘘でしょ、はい。俺、ローああそうだそうだ、そうだ、じゃあスモーリングだ、そうだよ、俺じゃあスモーリングが分かってさ、で、スモーリングのいるチームインテリアと思ってた。じゃあスモーリングが分かってたよ、ただクロアチアローマ行ってジェコじゃないの。あ、そうボスにはヘルツェゴビナじゃないの。俺ちょっとこれ言い訳させて、これでスモーリングが、それはない、それ言ってると思ってる。うわー、ちょっとこれはやったなー。こんなにさ、やっぱ知識の差っていうの、なんかそう、要所要所でしか知らんよな。ね、事故じゃないだけでもう、もう分かるもん。あーね、我々早くいっぱいお聞きしたまで。はい、ということで引退です。いやでもプレミアリーグ外したいから大丈夫。プレミアリーグ外したら引退だね。そうそうね、これいい。準備いきますよ。はい。うわ。え？これは、これはあれですよ。え？あ、そうだ、そう。ごめん。こちら申し訳ない。申し訳ない。で、こう見るとさ、全くやっぱプレミア感ないですね。そうですね。まあ、はい、せーの。シティ。はい、正解。意外とこう、知らない人が見ると。シティって分かんないと思うんだよね、プレミアリーグ。見ない人からすると。じゃあ、12問目。はい。よいしょ。はい、ドン。どうだー。いや、でもこう見ると結構さ、こう見るとでも、ね、むずいかもわからんな。シティくんやな。ね、これはね、はい。せーの。はい、シリアナ。アースナール。はい。そう。こういう問題はね、ガボンがいる。ね、ガボン最強。そうそうそう、フランス代表選ばなくてありがとうって感じですね。あんま詳しくない人はキーパーがアルゼンチンで戸惑うかね。いや、まあね、そう、ドイツじゃないから。13か、あと3問。うん、はい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 、オッケーオッケー、いいよいいよ、今のところ、うん、ギリギリ、いや死んでるか。はい、13問目いきます。はい、ちょっと知らない国旗があるんだよ。なんだこれ。これ何。あー、はいはいはい、ごめん。はい、マークシュー、マークシュー、マジあの国旗を純粋知らないっていうさ。はい、あれでしょ、せーの、はい、アトレティコ。はい、正解。あれ、どれこれ何、これ何、セキーパー、違う、キーパーモンテネグロ。あ、モンテネグロか、セルビアモンテネグロ。サビッチでしょ、これ。あー、じゃあ14問目。はい、じゃあサービス問題ということで。おお、じゃあ、はい、ドン。サービスか、これ。サービスでしょ。あーそっか。なんだよ、お前。最初に言ったからさ。最初にいんの？それが怖いよ、最初に。せーの。はい、リバプール。はい、正解。日本人言うとドキッとするわ。マジで。左ウィングの日本人だって。マジ、誰だ。じゃあ、最初問題。はい。じゃあ、15問目。はい。じゃあ、行きましょう。はい。うわ、ちょっと待って待って待って、何トップの人、お前なんか最後調子乗ってきたなお前。これ待って、ブルキナファソですね。トップがブルキナファソだとってことは、これはもうオランダのチームだろ。これあれでしょ、あ、絶対そうじゃん。いや、そうだよな。うんうん、いや、合ってると思うけどな。絶対そうでしょ。うん、せーの、アヤックス。
はい、正解。ブルキナファソは誰？ブルキナファソですね、トラオレ選手。あー、なんかどのトラオレかわかんないけど、どこで判断した？左のサイドバックのタグリアフィコ。あー、やっぱキーパーオナナ。あー、カメルーンね。はい、ということで、全部でね、まあ、15問やったわけなんですけれども、はい、私たち完全敗北でございます。15分の14でしたね、正解。しかも間違えてるのが一緒ってのもだるいよな。なんかね、もやっとするな。もやっとするな、これは。ちょっとこれはあれですか、我々ローマ勉強しなきゃいけないですね。そうですね、これちょっとね、ローマを勉強する回ですか。ローマはね、プロとかもいなかったんだよ、多分。あー、フリーっていうのまず知らねえし。確かに。だから普段のやつあれじゃなくて、最終節イレブン、ここで結構最終節さ、チームによっては遊び入れるじゃないですか。そうっすね、ディアブラだったら南野だったり、そこをね、どれだけ知ってるか、そこで、あの、セリエ知識の質さ、はい、ということで、はい、一応ね、このクイズ後半もあるんですか。後半もあります。はい、ということで、まあ、今回やったのは、簡単な問題が初級編ですね、多かったなと思います、はい、まあ、外しましたけど。そうですね、ただこの後半、結構難易度高い、難易度高いの来るんじゃないかと思っておりますので、はい、パート2カミングスーン。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。TikTok、Twitter、Instagram、概要欄からお願いします。はい、それではロマニスタの方々、申し訳ございませんでした。わーい、決めろ。